5000万ぐらい借金してるのに、はい、急に真面目にコンビニに働き出したんですよ。せコンビニの仕事はすごいいいんですよ。いいじゃない、真面目に働いてコンビニで。すごくいいんですけど。じゃあ次行くよ。はい、はい、ったけどね。うん、まあ、じゃあ赤ウソ、クリさん赤ウソ来たらいいんだってさ言ってたのよ。そういいよ、それで、まあ、EP は切ったしょうがない。うんうんうん、無事に普通。ここ三蔵ね、これ三蔵、うん、やっぱさすがにもう何度も言うんですけど、うん、序盤負けてる時はもうブックブックにしてください。うんうんうん、この三蔵すらロスになるんで、ここはもうペイ切りましょう。安全牌を抱える時じゃないんですよ、もう。負けてるからってこと？はい、そう、なんならこのペイは、うんうん、安全牌じゃないんですよ、ペイすら、うんうんうん、だってこれネルちゃんに危ないですもん、ペイ川がすごい、うん、なんか普通の川じゃないじゃん。国士かチートイかわかんないけど、なんかね、次の地配は危ないっていう話ちゃんとか、うん、考え的には序盤に安全を確保する、3400点で安全を確保してもしょうがないんですよ、一か八か行かないと、うん、とんでもなく借金しちゃってて2万点以上持ってかれてて、うん、とんでもなく借金してから地道に働いてもしょうがないですよ、もう。あ、なるほど、はい、もう一か八かやりましょう、もう一攫千金。超攻撃表示だ。そうです、もうこんなペイはもう切るし、はい、うんうん、エルさんここも地味に、はい、このね老僧切れやめた方がいいですね、うんうんうん、これね何がダメかっていうと、はい、数ピンとかローピン持ってきた時にあのね老僧が頭になるかもしれないんですよ。うんうんうん、老僧今切ったこの絵柄に対して、うんうん、ローピン持ってきてもチーピン持ってきてもスーピン持ってきてももう無駄相撲なんですよ。うん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 、だってウーピン頭に確定しちゃったんだもん。はい、うん、この後スーソーがポンされたりチーソーがポンされたりしたらもう上がり放棄になっちゃうんで、うんうんうん、ここはもうワイドワイドに幅広くペイ切るなり、うんうん、まあ、100歩譲ってリャンピン、うんうんうん、で形を固定しない方がいいです。はい、はい、なんかそうですね、なんかトーン、うん、3曲でその押し引きが、うん、か多分これが何だったら、うん、多分そうだったんですけど、うん、なんかまだマイナスを抑えたいっていうそのあれが出ちゃいました。もう無理です、もう無理です、うん、はい、分かる、その気持ち、もう無理、経験者分かる、うん、もうこうなっちゃってからそうこうなっちゃってから、うんうん、そうだったよね、追いつかねえっす、もう借金の利息が払えないっす、あのそうなんすよね、もうエルさん5000万ぐらい借金してんのに、はい、急に真面目にコンビニで働き出したんですよ。せコンビニの仕事はすごいいいんですよ。いいじゃない、真面目に働いてすごくいいんですけど、うん、それは5000万借金する前にやることなんですよ、うんうん、僕はコンビニで働くことは素晴らしいと思うんですけど、散々もうとんでもない借金を背負ってるくせに急にね働き出してももう無駄なんですよ。5000万に対しての利息の方が高いんですよ。うんうん、はい、もうここはね、ほなもうリーチ来るまでは全突破ぐらいで、全突破です。うん、いい、うんうん、僕はリーチ来てもせっかくドラあるし、この手はドラドラなんで、ダブドラよ、だってしかも、うん、3件リーチ来ても押し返すんで、だから、うん、ここもほんとブクブクに行ってほしかった。これチーピンとかがもうロスなんですよ。ああ、そうだね、うんうん、これ実はチーピンをあのローソーさえあればローピンチーできたんですよ。ローピンチーしてパースを切れば泣いても満貫の手だったんですよ。これがねその選択肢がないから多分これほとんど脳天で終わっちゃったりする。まあ通想チーできてよかったですけど、あ、このチー、うん、よかった、このチーは良かったです、このチーは良かったです。すごくここもなんか思い出した感じ、はい、ここもそうそう、めっちゃ上手だったのね。でウーマンポンされちゃったんだよねこれね。そうで、ウーマンポンされちゃって、そうそう、2枚目だったしねこれ、うん、エルさんこの3万もつもぎっちゃったんですけど、これもダメなんですよ、つむぎったら。これはもう、ウーマンをポンされちゃってて、はい、あ、自分の手が上がるには3万とウーピンをポンするしかもう上がれないです、これで。うん。だから、ここもチュン切ってほしいです。ここね、ウーマンポン痛かったな。うん、ウーマンポン痛いから3万残さなきゃいけないですよ。はい、ポン材をね。ポンされといて3万切ったら、だってもう、無理じゃないですか、これ、リャンウーマンとウッパーは。うんうん、あ、でも3万もないんだ、うん、3万なくてもやっぱウーピンから、うん、ウーピンだけじゃなくて、ね、うん、スーピン持ってくるかもしれないじゃん、ローピンとか、うん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 、ここもね抱えちゃっていいぐらいですね、はい、うんうんうん、この3ピン有効牌だったかもしれない、うんうん、これ数万打てたかもしれないですよ、3万持ってれば、うん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 、このあれで、これちなみにここでウーピンポンできたんですよね、これ
校で、うんうんうん、一応ね、ウッパンマンでテンパイ入ってる。確かに。そうなんすよ。難しいよね。難しいよな。で、形の話するんですけど、この形から、はい。この形から切っていい牌、許される牌は、数万と三品だけなんですよ。この世で許される牌は。うんうん。これが、僕は何を言ってるかというと、ウーピンを打ったことにより、はい。3万が意味のない牌になってるんですよ、今。うんうんうん。だって、ウッパーマンと関数ピンですよね。はい。だから、意味ないじゃないですか、3万、3万のその価値が。うんうん。だけど、ここで先に3万か3品を打っておけば、はい、意味のない牌がないんですよ。うんうんうん。この考えわかりますかね？うん、今からすごい説明します。いいか。はい。この手から、初心者がよくやってしまうのは、うん、数万切りとウーピン切り。すっごい見るんですよ。数万切りとウーピン切り。それは、必要のない牌を残してしまうという理由で、あんまりよろしくないっていう話が今してるんですけど、はい。もうこの形になったら、3万か3品ってもうね、覚えてほしいんですよね、形で。うん、うん。うん。この理屈わかるかな？エルさん、3品を切れば、リャン・ウーマン、ウッパーマン、そして数万とウーピンでもいいっていう。うんうんうん。数万とウーピンポンできるじゃないですか。はい。うん。3万を切っておけば、数万とウーピンのポンにプラス関数ピンも待てるっていう。うんうんうん。こういう時は、統一2つを残す。統一3つはいらないけど、統一2つを残すっていうのを覚えた方がいいです。はい。うんうんうん。わかりやすい。はい。わかりやすい。OK?はい。で、わかりやすいね。うん、そう、今言った朝日ニーナの手なんですけど、うん。統一をパーソーとイーマンっていう統一を残して、うん。そう、マンズが今778じゃないですか。うん。ここに例えばローソーを持ってきたとしましょう。朝日ニーナの次のツモがローソーだったとしましょう。はい。形的に切るのはチーマンしかないんですよ。ローソーをここに持ってきたらチーマンを切っておけば6球マンとカンチーソーとイーマンパーソーのシャンポンだから。うんうんうん。いらない牌がないってこと。はい。今この瞬間もいらない牌ないんですよ。はい。この話難しいんだよな。難しい、ね。難しい。だってさ、最初だってさ、両面が偉いって散々習ったからさ。ちょっと進めてみる。オックスのね、いいシャンテンに取る方法みたいなやつだけど。うん、これでも分かりやすいかも。柴原さんがこれウーピンポン出してくれてるからさ。そうだね。うん。そう。ウーピンポンしてよかったの。よかったよかった。よかった。よかった。よかってたら。うん。てか、今やっちゃいけないことは、簡単に言うと、やっちゃいけないことは、はい。簡単に降りることなんですよ。振り、うんうん、こっから8000振り込んでもいいんですよ、別に。変な話します。こっから8000誰かに打っちゃうじゃないですか。例えば、ブクブクに受けて。はい。誰かに振り込んだら、マイナス、57が60ちょっとになるだけなんですよ。別に、いいっすよ、もう57が65になっても。別に。うん、うん。でも、こっから、万願、今度逆に8000を、さっき振り込んだ話しましたけど、ここから万願を、上がったとき、例えば、トイメンから。うんうん。そのときは、マイナス57の人が、うん、もしかしたら、マイナス20になるんですよ。うんうんうん、うん。これは、順位点が2万点、プラス8だから。それぐらい、振り込んだときは、チームのスコアを8点減らしてしまうけど、もし上がったときは、28点増えるかもしれないって考えてほしいんですよ。うん。だから、降りたり狭めることがもう罪なんですよ。はい。それがね、できるようになると、この順位点の大きい麻雀では、いいっすね。うんうんうん、はい。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。